闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前に。はい、始まりました日課マインクラフトの時間です。冒険でしょでしょペイトゥトゥルルルやっていきましょう。私が FB 先生です。そしてこの私が冒険よりも家に閉じこもっていたい引きこもり派キックンマックスです。サルモットです。レオです。では早速やっていきましょう。はい、とりあえず前線基地を張ったけどもうすぐ近いのか。あ、もうこの崖越えたらもうすぐだぞ。越えよ崖を、いか峠を越えよ。ここまでなんとか無事に来れたし。遠すぎだよここ遠い、ね、戻れんのかそもそもそうだよ、戻ること考えてなかった。やばいよ。大丈夫、ベッド壊して死ねば帰れるから。いや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 、アイテムはじゃん、アイテムはじゃあ行くぞ、アルマどっち。こっちだ。もう足もまたクソ速くなっちまった。回復魔法を使ってかないと。お前らここ気をつける、ここだけ気をつけるよ。あぶねえ、慣れたもんだよえ、どこ行くの、どこ行くの。死ぬかと思った。けどまあ、お前もう見えてきたぞ。え、もう見えない。この目の前の山を越えたらもうすぐだから。おい、ちょっとこれ危ないんだけど。やべえ、後ろから来てる、変なのいる。海に飛び込め海に飛び込め、大丈夫。海に飛び込め、バカ者ども。危ねえ。おー、今やられ死ぬとこだったぞ。おー、ほんとだ、見えた。おい、見ちゃった、ついに。あの船で冒険だ。ドゥ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 。よく来たな。ほんとだ、来たな。あの船で冒険だって、奪う気満々じゃん。遠いくないこれ。俺のこのウェイポイントともに、海賊船が映る。マジかよ、じゃあ。ブロックあそこまで伸ばそうぜ。そう、あとマジ海の上だからね、なかなか行きづらいんだよね。そうだね、俺ら水に弱いから、俺ら能力者だからやっぱね、海の神に嫌われてるから。どうする。でもいや、マジで伸ばすのはいいかもしれない。伸ばさざるを得ないんじゃないかこれは。あっ、タイビレー。まあワープでいけるかもしれんが。お、やっぱ時空間忍術は。時空間忍術いける、いけるかな。お、でもキックがめっちゃ頑張ってるぞ。いいぞキック、どんどん伸ばしてけ。お前、じゃあお前行ってこい。じゃあ終身の術を。ほら、え、あ、ちょっと待って、かわせな。え、ちょ待って、俺が今。お、行った行った。あー、え、ここどこ。船じゃない。ここどこ。お、アルモどこに飛ばしなかったお前。なんか、あ、じゃあ海賊船から300メートル先に飛ばされてんですけど。おい、おい、え、海のど真ん中？いや、違う、後ろに戻された。多分さっきのとこだ。あ、じゃあついてないんですね。じゃあついてないんですね。しっしょう、またあの、こっちだ。ほら、やっぱキックを頼ると俺の正解だ。 だな。キック頑張れ。よし、こっから行くぞ。オッケーこの地味これ。お前、海賊船に乗り込むにはやっぱ土ブロックだろ。いや、ちょっとこの絵面面白いわ。よし乗り込み方うわもうすでに TNT 見えたんだけど。ね、 TNT を発射できるってことかな、この海賊船。痛い、すげえ。ちょっとお前ら内部機構は壊すな。あー、やばい、あー、マジで、あいつ TNT。 おー、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 何、なんか爆発してんだけど。こいつだった。船奪われる前に奪われるぐらいだったら破壊した方がいいってこと。なんか出てきた。なんかめっちゃ出てきてる。え、キック戻ってこい、戻ってこい、キック。キック戻ってこい。やばいやばいやばい、クリーパーもいる。やばい、クリーパープリーパー、やばプリー、やばプリーパー、やばクリーパー。キック外に出ろ。キック無理だ、一回も見てたら逃げろ。割り。わりわりか。だってここが狭すぎんだよ。おいおい、時空間忍術でさ、
なんかここら辺とかにできないの？俺を助けてくれ。いや船のところには多分行けると思うけど。そうだな、まあ、まあ、あの水の中よりは安全だと思う。溺れる溺れる。溺れはしないだろ。あー戻る。あらおーじいね、船では上だぞ今。よし、あんま俺らも行くか。よっしゃ、ジャンプで行けるか。まあジャンプではいけるけど、ここからちょっと減らした方がいいんじゃない先にあいつら。ああ、まあ頭いいな。確かに。ああ待って待って待って、来た。うわー気が付い、下がれ下がれ。おー赤いな。俺たちの船が。ああいつだ。あーひでー、あいつだ、キックンだ絶対。何だ、俺なんもしてないけど。キックが乗り込んだからだよ。いや違うって、乗り込ませたのはエヨヨだから。よっしゃ、もう助けてやったんだろう。俺も乗り込んだぞ。よし、アロマ。よし、キックじゃあ行こうか。キックもうこのドアの向こうにめっちゃ待機してる。やばい、キックやばいやばい。一回閉める、一回閉める。一匹ずつ倒そう。ダイヤモンドの海賊だ。あ、これ敵か。あ、そうだ、俺剣持ってくるの忘れてた。そういや、もうこの海賊二刀流なんだけど、かっこいい。こいつ、本当に骸骨とかじゃなくて海賊…いて、なんだ。あ、こいつだ。ほら、あ、キック無理だって。なんでそんなことするの。あ、あいつ死んだじゃん。やばい、仲間まずい。あいつバカだ。あれは絶対死ぬでしょ。ちょっとキック…あぶねえ。あ、お前なんで壊した。いや、今やつらが出て これで大丈夫。これで、あー、いいね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 。狙い放題だ。よし、ガラスガラス割れ、ガラス。キック回復するぞ。あいつ落ちてった。やばい。あー、嘘でしょ。は後ろにいた。一発かよ。え、お前ら2人とも死んだろ。クリーパーやばくね、この海賊船。マジかよ。いって、しかも俺のアイテム回収できた。回収は、うわもうめちゃくちゃだ。こういざ船で冒険だ。だから言っただろ、と外から減らした方がいいぞって。いや本当にそうだったわこれ。うわ、海の底じゃねえのアイテム。アロマのアイテムね、一応拾えるものは拾ったけど。なんてことだ。ほとんど下だな。しかもめっちゃ海賊いる。海賊船もう跡形もないんだけど。誰だ。誰か攻撃されたぞ。くそ。これどうやって。あ、痛い痛い痛い。ダメだダメだ。これ幽霊船とかそういうレベルじゃないんですけど。こいつらいつでも自爆する気で生きてやがる。マジかよ、こんなに破壊されるとは思わなかった。いやー、 TNT 壊しときゃよかったんや。いや本当にね。まあまあ、でも今安全状態だ。あ、アロマいる今こっちに。今向かってる。お、なにこれ。あ、でもすげえ、時空間忍者マジすげえ。会場に牢獄作ってやがったこいつ。すげえ。それ作ってたクリーパーにやられたからな。帰ってきた帰ってきた。やべえ、なんでダメージ食らってんのと思ったら、こいつは銃持ってやがる。ファンとか言って。アロマアロマ、真上真上、真上。はい、俺来たわ。私が来た。行って、はい。いや、まず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 、はい、海の中はまずい、やめてくれ。ダメだ、そこもマジ見えない。はい、海の中はまずいんです、上がれねえ。はい、キックンが取ってってる、どんどん。はい、キックンが取ってく。なんでだよ。何してんだよ。痛えな、ちくしょう。俺のアイテムってある？知らねえ。俺がね、ここです、ここですは持ってる。じゃあお前のアイテム置く。もう一個は、もしかしてモテるガキを紛失したけ。あ、持ってるガキはもうないぞ。うわー、持ってるガキ紛失したのか。あ、人参ありがてー。人参いらないよ、人参いらないよ。とりあえず海賊団殲滅した。これ殲滅したっぽ い, もう船も殲滅されてるから。
船跡形もねえじゃねえかよ。今そこに潜ってる。ここでしかないんだ。もう一個じゃない。今見つけた見つけた。結構見つけた。うわ下アイテムだらけ。気持ち悪い。どこ、ね、見えないんだけど全然暗くて見えない。うわダメだ。俺も夜になってきたし。あーしまった調子こいた。あやったあいつ。一番やっちゃいけないことやった。あやべえ俺もこれ死ぬぞ。見えなあっぷなあ。いざ船で冒険だ。いやこの船の前景を見たかったな。だからあらまあ、そこにさ光魔法やってくんない。それで見えるかどうかわかんない。え海の底に光魔法って行けるの。わからんけど。えマジに何も見えねえんだけど。方向どっちだっけ。とりあえず沈んでみるか。こっちだ、こっち。魔法を打つからこっち来い。わからない。ダメだ、わからん。一見自由旅死ぬ。もうブンブンこの船結構被害甚大だぞ。いやーうあー中のスイッチ絶対あいつやべえんじゃねえの。おお生きてる。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。敵がもしかしたらひょんなことからスイッチ押すかもしれないから気をつける。いてえ、なんかに殴られた。あいつおい、キン君、おい、今、まあ、おい、めちゃくちゃ頑張って取ったんだが。クモ、クモ、なんで怪獣。おお、すげえ。時空間忍術よくやった。時空間忍術マジやべえ。俺も時空して。壁につけたら壁に挟まって死ぬな。うわ、壁の中にいるじゃん。下から行こうとするな、下から。ほんとよ。あの船で冒険だ。もう冒険どころじゃねえよこんなの。落ちたー。いや船だぞこれ。とりあえずこれ大丈夫かな。チェスト開けよ。チェストめっちゃいっぱいあるぞ。クソみたいなの入ってないけど、うん、マジクソしか入ってねえ。開けたやつ全部印じゃねえ、壊してけ。これ上は上なんかないの。ここはいいや。登れないっす。だって何も入ってねえ。僕登れないっす。もう食いもんばっかだ。スイッチあるからとにかく押してくぞ。おいダメだろ、やめろやめろ。一番安いか。そのスイッチはまずい。なんだこのスイッチ。ほっ登れないんですけど。あーやべ。ほっ登れないんですけど。あいつやりやがった。あーでも大した被害じゃなかったよ。あいつタブー中のタブーに触れやがった。なんで元ベザン出てきたの。もう、うわわけわかんない。もうなチャンクかけてんのかそれともないのかもうわけわからん。くそ。とりあえず一番高いとこに行こう。よっしゃ。